3つ目の大阪市中央区から、伊保橋ビジネス街の中に今年の6月にオープンした中華料理ベースの創作料理のお店です。今回お勧めするのはモッツァレラチーズの麻婆豆腐です。こちらのお店は独自にブレンドされた豆板醤を使っているんですが、これがおスパイシーなお味です。整えたらモッツァレラチーズを投入。とろりとしたモッツァレラチーズを海胆にもたっぷり使い、コクと深みを。大阪から車で1時間、3つの街が合わさった場所で、観光名所もたくさんある素敵なところです。さあ、こんな有田川でどんな絶景に出会えたのでしょうか。それでは VTR ブーブーブー。選ばれています。今日はここ有田郡でのんびり田舎暮らし物件をご紹介します。和歌山県の北部に位置する有田郡、湯浅町、広川町、有田川町の3つの町からなる自然豊かなエリアです。東西に流れる有田川、その上流にある宇田川ダム湖にかかる全長およそ160メートルの吊り橋、蔵王橋、そして有田川の渓谷が見渡せる温泉施設など観光スポットも充実しています。大阪からは車でおよそ2時間で行くことができます。まずは、なんとこちらがここから車でおよそ15分のところにあるそうですが、大石高原からやってきましたけど、この辺りは改めてどういう場所になるんですか。こちらは山の中にある別荘地で、通称わらびの里と言います。わらびの里、はい、しかも、はい、なんと今回の物件は超お買い得の500万以下でお買い上げていただきます。500万以下、はい、別荘地に勝つ500万円以下の一戸買い手屋です。はい、失礼します。めっちゃいい感じ。ログ下駄箱もちゃんとあって、そうだ、こういったログを買う必要にもかかわらず、和の心を忘れずに、なるほど、綺麗なんですけど、すっごく。ステージグラスのオーナーさんの宇宙品、探し回って、こだわり、超こだわり。中へ入ります。ちょうどいい広さ。何畳ぐらいあるんですか。ここは大体約15畳ぐらいですね。そうそうそう、またあるやん、かわいい。こだわりのポイントです。照明も、そうなんです。照明に何か、そうです、ステンドグラス、装飾されたリビングは天井も高く開放感も抜群です。この木を見てください。はいね、すごい、やはり見てます、見てます、見てます。1枚だ、はい、作ってますね。これも高い。和室からは緑いっぱいの景色が楽しめますよ。他にも1階には浴室とトイレが、ここも綺麗です。そして2階には寝室として使えるおよそ10畳の洋室が1つ。さらに500万円以下にもかかわらず、この物件にはまだ見ていない隠し部屋があるのです。あ、本当や、
らが半地下の、お部屋となっております。失礼します。ガチ部屋やん。こちらが、まあ、お客様が来た後の応接室ですね。この増築部分に立って600万かかってる。家の半地下に600万円かけて増築したこの隠し部屋、中には工具置き場もあって趣味の部屋としても使えそうです。さあ、この物件ののんびり田舎暮らしポイントとは。データ広バルコニー約20畳ぐらいあるんですよ。めっちゃ広いですよ。素晴らしい。そしてこれは、そしてこちらが星空を観測できる天体観測。天体観測できる。うわ、これはちなみについてくるんですか。これも最高やん。知らないものを知ろうと。リビングから出られるバルコニー、これはグッド。明かりも少なく空を遮るものがないので天体観測にぴったりです。あー、こんなところで田舎暮らししてみたいな。Thank you.
ひいて引き立てを味わうこともできるのです。すごい香り、元気になるんです。これめっちゃ綺麗になります。この人は、ここを返すと皆さん綺麗になってます。もっと綺麗になります。山盛りください。はい、どうぞ。まずは愛ちゃん、山椒を使った椎茸の天ぷらを食べてみることに。いただきます。どうぞ。地域の人が集まれる場所になればと、初めはカフェとして営業していたのですが、ある時思いもよらない言葉を耳にしたのだそうです。なんかここは人口消滅化の生徒時っていうのを勉強あるんですよ。怖い言葉。せっかく移住してきたのに、なくなったら困るじゃないですか。困ります。やっぱりこの地域を人間にするようなものを作っていかないといけないなっていう考えのところで山椒に行き上がった。誰もやってないことをやろうと思ったんで。隠れた名産山椒を使うことで、今から10年前もっと田舎だった。コンビニもないし、カラオケ屋さんないし、どうやって行っていこうかなって。でもやっぱり人の温かみってありますよね。なんか本当に家族みたいな接し方をしてくれますよね。ここっていうのは本当にいい街だと私は思ってます。美味しい料理と高垣さんの人柄に癒された愛ちゃんでした。そのレーン。さあ続いては川のせせらぎが聞こえる木の魅力にあふれた物件を見に行きます。さあとっても静かな景色に来ました。自然いっぱいでいいところですよ。ここどうも、おはようございます。大ちゃんこんにちは。日本マントのモモトです。今日はこの辺りはどういう場所になるんですか。浜野の広川南インターから車でおよそ5分のところにあります。耳の里という別荘地で、自然が豊かで静かで蛍が飛び交う地域です。自然いっぱいの別荘地に立つ物件とは、今回ご案内します物件がこちらになります。あの真ん中に関しての大きいお家、別荘地内でも一番奥にあって、静かで極寒の土地がありますから、ふんだんに使ってオーナーさんがこだわって作られた。へえ、ね、ちなみにこの壁の木は何ですか。これは杉になります。もうお家の中ほとんどこの杉ですね。はい、木のぬくもりが感じられるゆったりとしたリビングダイニングキッチンはおよそ12畳あります。これもまたすごいですよ。何これ。これはですね、オーナーさんがご自分で手伝って作られた部屋着の武器になります。へえ、なんか外にいても中にいてもすごいなんか大自然の中にいるような感じのお家ですね。もう自然これだけでもよっしゃ。ちょっと手満点中8まで行きますから。いやー、ありがとうございます。山道なだけ。そのキッチンの横にはゆったりくつろげるダイニングスペースが、愛ちゃんの大好きな畳のスペースもありますよ。イエーイ。待ってました。はい、桃田さんのこの学校に入って、あ、ごめんごめん、ごめんごめん、ごめん、入っていただいて失礼して。下にはちょうどいいサイズの掘りごたつが隠されていたのです。
ここでお茶を一杯。いやー癒されますよね。そんな和室の横にはちょっとした庭もありますよ。いいじゃないですか。サチ、紫陽花が。あ、はい。川の音聞こえて気持ちいい。で、このデッキね。はい。これ一番ポイント高い口ない木。口ない。だからリフォームの必要なし。なし。だから木にこだわってはるんです。無料ではありますが、温泉のお湯を運んでくれるサービスもあります。各地でご覧の値となっています。日中の最高
100億円投資しました。このふわふわラテは事件です。クレベリン、ジェルモ、ルナシー、このクーポンも、このクーポンも、そのクーポンも選んで使って得をする。グノシークーポン使えるお店増えてます。グノシー今すぐダウンロード。やっててよかった。公式不問の英語英検の合格実績はワンデポン、オーフルボン、メイン。その理由は読む、書く、連動したメソッドでリスニング力も長文読解力も身につく、身につく。クモンの英語無料体験学習受け付け中。毎日参加。今日はこっちのルール。じゃあお出かけ。そう、お出かけ。皆さんのプラドさんと一緒に。